スポーツデポアルペンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。スポーツデポアルペンモール森山下見店の岩ちゃんです。本日はミズノから発売される新ビヨンドマックスの紹介です。その名もビヨンドマックスエリプス。スポーツデポアルペンベースボールフットボールチャンネルです。はい、今回はミズノから5月に発売されるニュービヨンドマックスエリプスのご紹介です。ワットの特徴の説明の前に、岩ちゃんが思うエリプスにおすすめのバッターとはどんなバッターなのか、ズバリお伝えします。まずレガシーの凄さは十分分かってますよっていう方、次に飛ばしたい気持ちはあるけれどレガシーまではちょっと手が出せないっていう方、最後に打感もしっかりあって飛距離も稼ぎたいっていう方、そんな方にこのエリプスはおすすめのバットです。続いてエリプスの特徴についてご説明します。エリプスの最大の特徴は芯の形です。エリプスとは楕円を意味します。通常のビヨンドは芯が円柱の形をしているのに対し、エリプスはその名の通り芯が楕円形になっています。これにより面部分と凸部分ができ、面部分ではボールとの接地面が大きくなり、ラケットのようにボールを捉えられます。凸部分ではウレタンの厚みが薄くなり、打ち応えが良く強い打球が打ちやすくなります。この2面の打ち分けが可能になることが最大の特徴です。いやいや、楕円形の芯なら今までもオーバルがあったでしょと思った方、確かにオーバルも芯の形状は楕円形でしたが、このエリプスはウレタンを変更し、オーバルから約 6% 反発力がアップして進化しています。また価格もレガシーと比べるとだいぶお値打ちなので、レガシーまでは手を出せないけどある程度飛ばしたいっていうバッターにおすすめです。今回は5月に発売される新ビヨンドマックスエリプスのご紹介でした。ラインナップはトップバランスで83センチ680グラム、84センチ690グラムとやや軽めとなっております。レガシーまでは手が出せないけど飛ばしたい方、打感もしっかり欲しい方、そのどちらも欲しいバッターにおすすめなバットです。気になる方は発売されたらぜひ店頭で手に取ってみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。